皆さんの判断でね、どちらの政治に動くのかっていうのが決まるわけなんですよ。自民党、民主党、公明党、共産党、じゃあなぜ反対してるのか、大阪都構想に。改革をやってお金を生み出して医療、教育、福祉が充実するんだったら普通はみんな賛成しますよ。自民党、民主党、公明党、共産党、本当教育予算全然増やせなかったんですから。維新は5倍に増やして、でもね、これ大阪都構想をやってどん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 皆さんの医療、教育、福祉の予算を増やそうとすると、誰かが不利益、誰かが偉い目に遭うんです。誰が偉い目に遭うかというと議員なんです。市議会議員、大阪市議会議員なんですよ。なぜか大阪都構想をやりますとね、先ほど言いました、改革をとことんやって皆さんに医療、福祉、教育でどんどんお金を使うことができる、これは間違いないんですが、しかし大阪都構想が実現すると、大阪市長と大阪市議会議員その場で全員クビです。全員クビですよ。5名10名減らすんじゃないですよ。さっき言いました、大阪府議会議員は109名から88名、21名減らしたというのは今までの政治の中で、これは政治の歴史の中で初めてのことなんです。109名を88名に減らしたというのは、これは日本の政治史上初めてのことをやった。ところが今回大阪都構想をやると、大阪市議会議員86名全員クビにするんです。86名を減らすんです。しかもそれに加えて大阪市長、僕もクビ。僕はいいんです、これで、また弁護士やりますから、まあいいんですけどね。大阪市議会議員はだからたまったもんじゃないってことで猛抵抗ですよ。そして大阪市の職員もね、大阪都構想を猛反発してたんです。その時は自分たちもクビになると思ってたんでしょうね、大阪市の職員も。よくよくでも僕の話を聞くと、大阪市の職員はクビにはならないんです。当たり前です。だって大阪都構想をやっても新しい役所を作り直してそっちの方で働いてもらうから、クビになるのは市議会議員と市長だけなんですよ。だから市議会議員は猛反発。でも大阪維新の会の市議会議員はクビになること覚悟で大阪都構想をやってるんです。どっちの方が信頼があるかということですよ。そうなんです。大阪都構想ね、こんなの無駄だ無駄だ、意味がない、こんなのはね、やっても100回やって一理なしって、コメンテーターも学者もあいつらバカですからね、いろいろ言いますけど、自分をクビにするようなことわざわざやりますか。そんなことやるわけない。本当に大阪のためになるからこそ、自分たちがクビになったとしてもこれをやろうっていうのが維新の会なんですね。ところが自民党、民主党、公明党、共産党はとにかく今の市議会の身分を守らなきゃいけない。大阪市議会なんていうのはね、2000万以上現金が懐に入ってくるんです。日本全国の中で一番高い給料をもらってる地方議員が大阪市議会議員。あれはもう2代も3代も4代も自分の子供にも孫にもひ孫にも継がしていきたいというのが大阪市議会議員だから、絶対に大阪都構想は認められない。そしてもう一つ、大阪都構想をやると大阪市という市役所が新しい特別区役所になるんです。一から役所を作り直すんですが、実はね、今の大阪市役所にぶら下がって補助金をもらってる人たちが5万といるんですよ。5万というだから今の大阪市役所の形を変えられると困るという人たちがまあたくさんいるんです。これはほとんどが補助金をもらってる人たち、天下りの団体、そこをこの大阪都構想でバサーッと改革してしまうもんだから、だからみんなが猛反対するんです。でも僕はね、日本全体でこれやらなきゃいけないと思ってるんですよ。皆さんが税金を納めて、そしてこの国にぶら下がってる、もう山ほどいる群がってるこの連中、税金をね、本当にね、シロアリのように貪ってるこの連中、このバサーッと一掃して一から新しい国を作ろうと思えばね、この大阪都構想みたいなことをやらないと、この改革なんかできません。でも僕らね、ちょっと力不足で、やっぱり日本全体の改革をやるにはまだ国会議員の数が全然足りないんです。そうだったらせめてね、大阪だけでも一回、まあこれまでね、もう赤がついた錆がついたこの大阪の政治行政をね、一回一度一から選択してしまってね、バサーッときれいにしてしまう、
それも住民投票で皆さんの一票でバサーッときれいにしてしまう、そういうことをやろうとしているのが大阪都構想なんです。